夢ラジオ第6992回、今日は令和6年11月5日火曜日です。時刻は午後1時半。横浜港北、太陽が出てはいるんだけど空が霞んでますね。秋は霧が出る季節ですよ。港北でもちょっと霧っぽいですね今日は。さて今回は、百田と飯山は高麗公開討論すべし、こんなタイトルでお話しましょう。百田さんが飯山さんのことをク女とか言ってるらしいです。非常に汚い X をやってるみたいですね百田さん。で飯山さんのチャンネルにイチャモンをつけろと指令を出したり、あるいはキャンセルできますせ、あの飯山さんの本はとか、それ百田自身の本に言われたらどう思うんだろうね。でしかも卑怯なのはね、はっきり言わないんですよ。なんか裁判やられたら困るみたいな、悪質な YouTuber とか百田言ってんだよね。これ百田フォロワーの皆さんどう思いますかね、こういうの。あるいは日本保守党員の人、なんか飯山さんだとね、後で突っ込まれないように何かシンボル作って、でそのシンボルで何かその信者みたいな人が分かりましたみたいな、だから百田が犬笛を吹いて、で信者が何か動くみたいな、しょうもないことやってるんですよ。 YouTube ではね、何か大人の発言みたいな百田さんやってるけど、もう X ではむちゃくちゃみたいだね。もう見ておりません、私は。あの、目が汚れると言いましょうか。まあ、ひどいんですよ。で、じゃあ、まあ、一方、飯山さんはっていうと、飯山さんも、ご自身のチャンネルで、ちょっと言いっぱなしみたいなとこ、あるはあるよね。まあ、もちろん、前のお話、前の番組でもお話しましたが、飯山が論理で攻めてて、百田有本が感情で答えてますから、それは感情で答える方がボロ負けするに決まってるんですよ。ただしですね、これ結局百田さんも水かけ論になるからやらないとかって言ってて、ちょっと逃げてる感じがするんだよね。水かけ論でも自分はこう思うという水かけ論を言わなきゃダメですよ。そりゃ。支持してくれてる人もいるんだから。で、それ言わない。例えば、カレー事件についてもいい。あるいは、献金の領収書を発行しなかったというあの問題でもいい。もっと言えば、おとみさんなんで歌ったんだというあの話、あるいは卑猥な演説やってあれにどんな意味があったのかというその話すべきですよ。そして例えば事務所でね、飯山さんがその歌うのはやめてくれと、あるいは卑猥なこと言うのもやめてくれと、それじゃなく飯山あかりの名前を言ってくれと、車の中からはと、それを言われてどうだったのかと。確かにその場には飯山、あるいは百田しかいなかったかもしれない。あれ飯山、百田、有本、もう 2,3 人しかいなかったかもしれないけど、証拠がないから喋らないっていうんじゃなくて、飯山さんがやっぱこれだけ今言ってるからにはやっぱ答えるべきで、しかもそれぞれのチャンネルで言いっぱなしだから噛み合ってないんですよね。今こそですね、この二人、嫌かもしれないけど、公開討論どっかでやるべきですよ。叱るべき人を司会者に立ててね、これいい考えだと思いませんか？叱るべき、まあ、できたら保守っぽい人がいいでしょうね。あんまりその、共産党や立民党みたいな人、ましてや公明党みたいな、すっからかん呼んできてもしょうがないですから、まあまあ保守的な人で、保守に理解があって、日本保守党とか、あるいは参政党とか、まあ、国盛りあたりかな、それぐらいまでをカバーしているような人。だから、さくらの水島社長あたりがね、こういう司会やってくれたら一番いいんだけど、水島さんはこういう話多分首突っ込まないでしょうから、誰でもいいんですけど。それで、だから島田洋一さんとかが司会っていうのは、これは良くないわけですよね。百田サイドにいるっていうふうにもうなっちゃってるから。誰か捕まえてきて、
で、その人で、その百田さんもちゃんと発言できる、飯山さんも発言できる。で、すべてカメラ回ってると。で、ノー編集と。どうぞ、言いたいこととことんまで言ってくださいっていう、この公開討論やるべきだなと思いますよ。リスナーの皆さんそう思いませんか？このお二人。嫌かもしんないけどね。今のままだと、まあ、ぶっちゃけ、いい年して悪口の応酬なわけですよ。もうはっきり言って。悪口の応酬、特に百田のはひどい。最低の食う女という、これですよね。で、これまだいい方でもっとひどいの、いろいろ言ってるみたいだ。で、飯山さんも飯山さんで、もう、ね、日ホトっていう呼び名に変わっちゃってんだよね。あと、百割さんがね、とかっていう、もう、相手の名前呼ばないわけですよ、ちゃんと。で、最初は、まあ、それ、ね、どっちも、ね、エンタメと顔芸で、ね、やってんのかな、と。それぞれ、プロレスでもやってんのかな、と。こう、ボカボカやり合ってるようでいて、裏ではなんか、シナリオ通りに、みたいな。でも、どうも最近はちょっと、それ、超えてきたな、っていうのが、ゆめラジオでのお話ですよね。だったらね、やっぱり相手の顔見て喋ったら、それなりに、進む話というのもあるんですよ。そうでしょ？嫌だなと思っても本当に相手前にして喋れば、あ、話できるやんっていう。の誤解はここでは解けたやんっていう。こういう感じで。で、このお二人は、ちょっと前までは、同じ道歩んでいたわけですから、その親父、同じ道歩む過程で、まあ仲違いしちゃったんですけどね。なわけですから、分かり合えないわけではないと思う。ぶっちゃけ保守と、例えば日本共産党が喋り合っても、多分愛国ぐらいでしか一致できず、あとは全部もう議論平行線みたいな、なるじゃないですか。あんまり意味がないというか。けれど、このお二人だったら、ね、やっぱ補修という点だけ取れば、あるいは移民に反対するという点だけ取れば、あるいは経済を強くするという点だけ取れば、それは多いわけですよ、共通点は。で、それを確認して、で、しかも最終的には百田が頭下げるべきですよ、最初に。思いませんか？もう自分の娘か、それより若いぐらいの女子にですね、もう自分の信者使って、あいついじめろみたいな。しかも、なんかシンボル使って、で、リポストして、みたいな。で、リポストだから自分関係ないとか。卑怯なんですよ。さっきから言ってるように、百田のやってること。まだ、橋本百田の論争っていうのが、今から、あれ何年ぐらい前かな。百田と橋本の論争っていうのが、5年ぐらい前からずっと、つまり2019年の頃からずっとあったんですよ。で、この時にはまだね、百田さんも、その橋本さんに対して、この百田、橋本も最初は仲良かったんですよ。ご飯一緒に食べたりしてたっていうふうに、百田さん言ってますよね。ところがまあ、むちゃくちゃに喧嘩し始めた。ただまだツイッター上での百田、橋本論争っていうのは、それなりに噛み合ってる部分もあって、で、百田さんがそれを本にもされてるし、また、ゆめラジオでもね、この百田橋本論争っていうのは、これ意味があると思って、何回も取り上げてお話ししてるんですよ。ところが、まあ、今回の百田飯山の、これ論争っていうか、これ、ね、論争じゃないよね。これなんか、悪口合戦、あるいは、暴露合戦みたいな。で、今までね、黙ってたけど、これから言うぞみたいな百田が脅しみたいなこと言って、飯山が、ああ、どうぞどうぞ、何をおっしゃるんですか、百さんとかなんとかって、こんな感じですよね。私の方でももう遠慮しませんよ、みたいな。公開討論すべし、誰か適当な、保守に理解ある人を呼んできてですね、で、スタジオでもいいし、どこでもいいじゃないですか、こんなの。どっかのオフィスの一室みたいな。そういうところで、はい、百田さんこっちと、ね、飯山さんこっちと、お互い持ち時間はきっちり測りますよって言って、ストップウォッチしっかり見てくれる人がもう一人いるけど、4人でできるんですよ、こんなもの。で、百田さんどうぞと、飯山さんどうぞ。で、司会は、だから、あんまり自分の意見言わない方がいいし、もちろん。
誰でもできるといえば誰でもできるんだよね。今の百田さんの意見に対して、飯山さんどうですかとか、いや、今飯山さんこんなふうにおっしゃいましたけど、百田さんどうですかという、これだけでいいんだから、まあ、星っぽい人がいいというものは誰でもいいんだよね。もう、そこそこ仕切れる人だったら。そういう人視界に持ってきて、この人だったら百田も納得。で、飯山も納得と。そこそこビッグな人がいいでしょうね。で、どっちも納得するようなそういう人。で、なんか水島さんかなとかって一瞬思うけど、水島さんはこういうことにはやっぱり、首突っ込まないお方なので、ちょっと無理ですよね。それで、最終的には飯山さん、やっぱ悪かったと。ね。至らんところもあった。許してくれへんかっていうふうに、ね、これからは同じ星として違う道歩むにしても、また、飯山さんのお知恵借りなあかんこともあるかもしれへんとかって言ったら、飯山さんも、まあ、それやったら、あの時の行き違いは、どっちみちしょうもない話だったんですから、これからは、私も自分の学問の世界で頑張っていきたいと思います。パチ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 って、はい、この話終わりっていうふうに。だけど、それがないから、ぐず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 、ね、ずっとやってるんですよね。百田と飯山は公開討論すべし。本当やるべきですね。どっかで。で、それで、ちゃんとカメラを回して。で、それを飯山チャンネルで出してもいいし、百田チャンネルで出してもいいし、どっか別な、中立的なチャンネルで出してもいいしと。それでもう、いい加減、この話終わりっていうふうにしないと、なんか今後、数年間、どん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 続きそうで、これはね、これがもし続くと、日本保守党にはね、ボディーブローみたいに効いてきますよ、これ。こういうの。ボディーブローみたいに。なんでって言ったら、飯山さんの言ってること結構当たってるから。ちょうど参政党に対して黒川たちがやってたような、ね、神谷さん不倫してんですかとか、あんなんはどうでもいい話だったじゃないですか。神谷さんまた逃げるんですかとか、いけすって何ですかみたいな。だからこれは、まあ、ない方が良かったんだろうけど、黒川さんたちの。けれどまあ、参政党の本質つくような話じゃないし、不運で終わりでいいんだけど、ただ飯山が日保党にやってる、日本保守党にやってる、今の、まあ、悪口と批判のなんか中間みたいな、それはですね、割とこう、ついてんですよ。日本保守党を。あるいは百田有元をね、これがこのままずっと続いたら、本当に効いてきますよ。で、しかも私も、ちょっと見誤ったとこあるんですけど、私もね、飯山言論が、今回の総選挙に及ぼした影響、つまり日本保守党に及ぼした影響は限定的かなと。やっぱみんなエンタメだと思って聞いてて、それで日本保守党への投票をするしないを判断しなかっただろうと、した人は少数だろうと見ておりましたが、そうでもなさそうだね、この開いた結果見てると。やっぱり飯山言論があったから結局3にとどまっちゃったと。しかももっと言えば減税日本が2議席だった、つまり日本保守党1議席だけなんですよ、実質は。だから勝てたとはちょっと言いにくいんだよね、これ。で、これの理由は？いや、他に理由がね、あれだけ盛り上がってたのに、日本保守党、なんで1議席だけなんやと。しかも結局、河村さんの得票じゃないかと。これらは、すべて。と、こう考えたとき、飯山言論、そこそこ影響力あったんかなと。ちょっと私も、それは、限定的だろうと、飯山さんの話は。所詮エンタメなんだし、みたいな軽いことを言ってましたけど、どうもそうでもなさそうだ。そうなってくると、これを飯山さんがこれから続くと、日本保守党っていう、まあ、せっかく歩き始めた、これが、ガタンと消えちゃうというか、崩れちゃうというか、これは惜しいですよね、これはこれでね。で、飯山さんも別に日本保守党が、じゃなくて、百田有元がおかしいと言ってんだよね、結局は。で、
最終的には百田有本をどかせみたいな風になっていくかもしれない。それがいいことかどうかわからないでしょ、日本保守党にとって。今百田有本がどいたら、なんか途端に求心力なくなりそうじゃないですか。なんだかんだ言って百田さんがいくら下品でも。となると飯山さんとはやっぱりどっかでちゃんと顔を合わせて言葉も交わして、で、おそらくは百田に非もあったんだから、ごめんな、飯山さんとか、もう、アホなこと言わへんから、ちょっと水流してやって、こっちから言わへんし、だけど飯山さんももう、選挙の頃の、ああいうのは、もう水流してやっていうふうに言えばね、飯山だってそうよねっていうふうに、また元の、ね、国際政治とか、イスラームとか、そっちの話に変えていくっていう、これが必要だと思いますね。